はい。2公演、富山、郷土、高岡2公演のチキンカレー食べまーす。もうご飯はね、雑穀米炊いてあるんで、これをチンして食べまーす。では、いただきまーす。はい、美味しそう。鶏がいっぱいゴロゴロ入ってまーす。これね、お好みで卵を添えると一層美味しくいただけますと書いてありますね。うん。卵はあるんだけど、ちょっと焼くのがめんどくさかった。まだ引っ越したばっかりでね、フライパンとか出してないんで、言い訳ですけど。いただきます。まずはルー。鶏。鶏が結構しっかりしてる。でも柔らかいんだけど、しっかり鶏のね、歯ごたえもあって、食べ応えがあって美味しい。お肉食べてますって感じがする。うん。ルーはね、マイルド。なんか柔らかい、マイルド、優しい感じ。食べやすくて、深みもあって、味も美味しい。うん。っていうか、私何度も食べて、もう何回も食べてるんだけど、何回、一応ね、食リポということで、感想言ってますけど、リピート、何回もリピートしてるくらいに美味しいです。うん。うま。中辛って書いてあるんだけど、ちょっとピリ辛だけど、でも、なんかテイストがマイルドだから、後味がちょっとピリッとくるかなっていうぐらいで、ちょうどいいです。うん。じゃがいも。じゃがいも美味しい。美味しいカレー。これはね、くるん高岡の富岡屋さん、高岡駅の1階にあるくるん高岡にある富岡屋さんで、購入しました。皆さんもぜひ富岡屋さん行ってみてくださいね。いろんなカレーあります。白エビカレー、氷見牛カレーもありました。うん、それも買いました。まだあります。だから向こうに、うん、今度はそれ食べましょう。うん。ちなみにこのここに写ってる二公園の皆さん社長さんがてっちゃんなんですけど、親戚です。親戚です。なんか回しもんじゃないけど、勝手に応援してます。うん。卵屋さんなんですよね。うん。二公園の卵屋さんなんだけど、チキンカレーを出されてるという。ね。ありがたいですね。命を大事にいただきながら感謝して美味しく楽しくいただきましょう。うん。ありがとうって。うん。本当に鶏がね、食べ応えがあって私はこれ大満足ですね。うん。美味しい。高岡市と小矢部市に二公園さんってあって、小矢部の方にねたくさん鶏がいるんだよね。ちなみにハッピーはここにいます。じゃん、ここにいます。ハッピーちゃん。あ、でもだんだん
ずっと食べてると口の中が結構辛くなってきた。冷たい緑茶。ではゆっくり食べます。おいしいよ。しまこ定期便ライブ2月号ラブソング特集になっております。好評発売中です。お求めは概要欄にあるしまこオンラインストアからお願いします。お待ちしております。今日も見てくれてありがとう。いつも一緒に歩いてくれてありがとう。一緒に生きてゆく幸せでありますように心から祈ってるよ。ありがとう。